それではブラストしていきます。カークラフトカスタムではサンドブラストのレンタルもしますんで、自分でやってみたい方、ちょっとでも安くしたいなという安く仕上げたいなという方お待ちしてます。まあ作業も簡単なんで、まあ夏場は暑いんですが、そうですね、まあ自分でやりたいという方、ミスターしっかりレクチャーしますんで、もちろん、例えばですね、これは CB のバッテリーホルダーなんですけど、ブラストかけてサフ吹いて2液ウレタンブラック仕上げてほしいよなんて話も、いつでも待ってますんで、よろしくお願いします。そうですね、このサビを強烈に落としてきますね。やっぱサウンドブラストじゃないと無理なパターンもありますんで、そうですね、綺麗に仕上げたいとか自分でやってみたいなっていう方はどんどんご利用ください。まあ分からんことは丁寧にサポートしますんで、確かに縦用のコンプレッサーですと、もうエア溜まるまでにすごい時間かかるんで、やっぱし動力のものはやっぱちょっと違いますね。まあそれでもやっぱ時間はかかりますけど、まあ値段の目安ですけど、まあ、小さいものなら1000円からぐらいですかね。大きなフレームとかそういったものはまたお金かかります。あとまあよくあるんですが、エンジンとかちょっと危なものの場合は、そうですね、砂を変えなきゃいけないので、まあ別途もしくはご相談くださいって感じですね。その作業の砂変えるタイミングとかでまたできたりもしますんで、どうしても砂が落ちてしまうので、まあ、こんな感じですかね。サンドブラスターでした。